いつもおかげさまで、お楽しみさまです、今日はなぜお楽しみさまですを入れたかと言いますと、投資家のですね、仲間の、ホームパーティーにですね、お呼ばれしておりましてですね、まあ、そこに、たくさんのですね、才能あふれる方々がですね、来られるかと思うとですね、非常に、ワクワクしているからですね、今日はお楽しみさまですも付け加えさせていただきました。で、今日相場の方見ていきますとですね、ゴールドの円今買っていますけども、まあ、なかなかですね、スッとは上がっていかないなというふうにですね、感じています。で、今日東京はですね、雪になるようなですね、冷え込みでして、で、私もですね、柄にもなく、喉をやられてですね、ちょっとまだまだ自分甘いなというところでですね、反省しているところなんですが、甘いといえばですね、この相場の動きがですね、本当にまあ鈍いと、で、ゆっくりゆっくり動いているような状況でして、で、今 G20、 そしてこれからフォーマックとですね、どんどんビッグイベント控えていますけども、そこをですね、どのように乗り切っていくか、そこをですね、まずみんな見ているところかと思います。まあ、ここでなかなか出ればですね、次を狙っていきたいと考えている人は非常に多いんではないかというふうに思います。で、ドル円もですね、クロス円も、まあ、それぞれですね、バラバラの買いだったり売りだったりのサインが入り混じっている状況で、ちょっとですね、様子見しながら見ていきたい、そういったふうに思っているところであります。で、実際ですね、チャートの方を見ていきますと、まあ、今、面白そうなのがですね、まあ、5ドル円、相変わらずですね、週足の方で下髭ぴったりでですね、マイナス2シグマから切り返してきていますけども、今12時間足、10MA でですね、上髭頭つけているような状況ですから、まあ、ここからですね、もう一段下攻めしてもおかしくない形になってきました。まあ、ですので、ちょっとですね、様子を見ながら、一旦ですね、切ることも考えながら、ちょっと、またですね、明日以降狙っていくか考えていきたいところであります。まあ、いずれにしてもですね、今のようにトレンドがないようなところ、まあ、むしろゴールドレーンで言えばですね、ズドンと一体落ちてきたようなタイミングですから、ここからですね、一旦上がってから落ちるのか、もしくはですね、そのまま上げるのか、もしくはそのまま下げ続けるのか、そこの見極めの重要なポイントに来ていますので、しっかりと、見極めていければというふうに思っております。ということで、今回話を終えていきたいと思います。どうもありがとうございました。隣に何々星人がいますが、ここはご愛嬌ということで、今回も動画見ていただき誠にありがとうございました。ぜひですね、皆さんの感想要望をですね、コメント書いていただければ嬉しいです。そして合わせて高評価と、そしてチャンネル登録、このですね、3つぜひお願いいたします。それではこれからですね、どん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 面白い動画出していきたいと思っていますので、ぜひよろしくお願いいたします。